佐賀県代表の峰竜太選手の登場です。峰選手、優勝おめでとうございます。それではこれより G2 第2回全国ボートレース甲子園優勝者表彰を始めてまいります。はじめに公益財団法人日本財団笹川洋平会長に代わり、越前三国協定企業団坂本則夫企業長より優勝旗が贈られます。坂本企業長、よろしくお願いいたします。なおプレスサービスは後ほど行います。しっかりと今栄えある優勝旗が佐賀県代表峰竜太選手の手に渡されました。おめでとうございます。引き続き坂本企業長より優勝賞金目録が授与されました。おめでとうございます。それではこれよりお二人で優勝旗をお持ちいただき写真撮影を行います。なお後ほど優勝選手インタビューの後に長めのプレス撮影の時間を設けておりますので、プレスの皆様よろしくお願いいたします。恐れ入ります。はい、お二人揃ってのプレス撮影となります。かなりこの真紅の優勝旗が重たいです。峰選手ありがとうございます。はい、また後ほどプレス撮影の方は時間取らせていただきます。お二人揃ってのまずは撮影となります。皆様よろしいでしょうか。坂本企業長ありがとうございました。続きまして一般財団法人日本モーターボート競争会堀正直理事より表彰盾が贈られます。堀様どうぞよろしくお願いいたします。さあ今授与されました。堀様ありがとうございました。それではこれより優勝いたしました峰竜太選手、お話の方伺っていきたいと思います。マイクの方お願いします。改めまして G2 第2回全国ボートレース甲子園、見事優勝は佐賀県代表峰竜太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。全国制覇深紅の優勝旗を今手にされました、はい、今のお気持ちからまず聞かせてください。いやもういい風吹いてたんで、チャンスあるなと思ってて、まあ昨日はねまくり 6割って言ったんですけど、風が思った以上に吹かなかったんで、はい、まあ、まくり出しに絞って、いけて、まあ、うまいこと入りましたね。二択だとおっしゃってましたよね昨日の段階では、はい、昨日も本当に出来すぎ満足なターンだともおっしゃってましたけども、はい、今日の優勝戦はどうでしたか。いやもう120点ですね。120点出ました、はい、さあ振り返っていきたいと思いますが、今日の優勝戦は3号艇からの登場となりました、はい、どうでしょう、もうお気持ちは今お聞きしましたけども、作業としてはどんな感じで進められたんですか、はい、気温がだいぶ違ったんで、プロペラを強くして、はい、この風に負けないトルク感を出せたんで、はい、スタート練習とか行った時にあもうこれよしと思って、あとはもう自分がしっかりターンするだけだなと思いました。どのあたりを強化されたんですか。もう幕出しに入る足が欲しいなと思ったんで、はい、グリップというかブレーキと前に押す力が加わればいいなと思って、はい、もう思った通りでした。行きましたか、はい、はい、そして3コースからのスタートとなりました。優勝戦のスタート、はい、ご自身感動でした。いやもうゼロ台で入ってると思ったんで、はい、もう全速もう起こしてから全速全開で行けて、うん、多分ゼロ台だと思います、うん、はい、コンマ06、あ06はトップスターです。ちょっとだけ早いです思ったより、はい、はい、そして1マークなんですけども、しっかりともうあの隙間を見えてた感じでしょうか。そうですね、吉川さんがへこんでたのが見えたんで、うん、はい、
昨日僕がまくり6割って言ったのを聞くんで、はい、逆に差しが入るだろうと、ね、作詞でした今日はそのあたりもしっかりとこう作戦を、まあ、4割まくり出して言ってますからね、はい、はい、そうでしたよね、はい、そして2マークでは先に回ることになりましたが、孝太郎さんが内側に見えたんで、うん、吉川さんに最初は行かせようか迷ったんですけど、はい、いやなんかダメだなと、行かせたらダメだなと思ったんで、うん、刺されてもいいかなと思って回りました、はい、2周1マークあたりで決着になりましたが、はい、もう冷静にあとは走れた感じですか。そうですね、あとはなんか、はい、楽しんでました楽しんでましたか、はい、いい波に乗れてましたか。乗れてましたね。しかし今本当に峰選手、はい、もうリズムが最高で自身最多のこれで 10V です。あー、まだでもね、6月、7月ですからね。そうなんですよ、まだ上半期終わったばかりなんです、はい、あと10は目指してます、はい、行ってしまいますか、行ってしまいたい、20分まで。もう誰も寄せつけないぐらい行き切りたいなと思います。その今年のリズムの良さというのはどのあたりか来てるんでしょうか。まあリズムがいいというよりも、うん、もう自分ではこれが自分の普通の力だと思っているんで、はいはい、逆にこれからもうちょっと強い、もう誰も勝てないなと思われるぐらい強くなっていきたいなと思ってます、うん、本来の力をしっかりと発揮できているということでしょうか。そうですね、はい、しかしここ三国が約3年2ヶ月ぶりだったんですけど、はい、もうこれでやっと呼んでもらえるようになると思いますけどねいやいや、そんなことはないと思いますけども三国はもともといいイメージだったんですか。いや、もう嫌いなとこなんてないですね、戸田と江戸川ぐらい、はい、さあ、次節が鳴門になります。はい、はい、3月に優勝されたばかりのリズムですね、これも。鳴門はどうですか。もう、はい、もう全部大好きなんで、あとは、はい、今から冒頭レース回も回復していくとこなんで、うん、もう自分が、リーダーになって盛り上げていけたらいいなと思ってます。今節振り返っていかがでしたでしょうか。いや、もう最高に楽しい甲子園でした、いい夏の思い出になりました、うん、最後にファンの皆さんメッセージお願いします。ね、佐賀が甲子園取れたってなんかいい思い出あるんで、もうこれを筆頭に、ボートレースももうちょっとどんどん盛り上がっていって、今までの、コロナが来る前のボートレース以上に、発展していけたらいいなと思って、一生懸命レースやってますんで、これからもまだまだ SG とかたくさん続きますけど、これまで以上のターンとかレースで、派手に活躍したいと思います。応援してください。見事有言実行で全国を制しました。優勝は峰竜太選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。それでは続きましてプレス撮影に移りたいと思います。プレスの皆様どうぞよろしくお願いいたします。ボードを置いて、そして優勝旗を手に、かなり重たいんですけど、どうですかこの持ち方は。皆さん合ってますか、大丈夫ですか。さあ、この深紅の優勝旗を、この第2回は佐賀県を代表しまして峰選手が手にされました。三国ではこれで2度目の優勝となります。実は 2V です。そして通算73回目の優勝、2020年、今年は10回の優勝もすでに飾られている峰竜太選手です。さあ、かなり重いですこの深紅の優勝旗。はい、優勝旗置いて、はい、うわ、ちょっと撮影の皆様からリクエストがありましたよね。まあ、甲子園ならでは、ああ。表彰盾を、ああ、甲子園のこう土をかき集める表彰盾を代わりにという、そういう思いででしょうか。いや、これはもう峰選手だからこそこう応えてくれるようなパフォーマンスになりますね。最高です。峰選手ありがとうございます。さあ、それぞれリクエストの方が届いているんですけども、この縦の後、あともう一パターン撮影の方させていただきますね。インゴットをお持ちいただく前に、先に、はい、こちらの表彰盾の方持たせていただきます。さあ、こちらの表彰盾も結構重たいですよね。
はい、そうなんです。ありがとうございます。よろしいでしょうか、表彰立ての方は。よろしいですか。はい、では続いてインゴットいきたいと思います。3パターンで昨年の方の方を続けさせていただいております。もう峰選手のスマイルは負けないほどの、今日は最高の笑みを添えていただいて、引き続きました。かなりリクエストが届いておりますので、すいません。やはり甲子園ということでフレッシュに最後、はい、もう峰選手らしいスマイルで締めていただければと思います。よろしいでしょうか。皆様よろしいですか。はい、ありがとうございました。それではこれより選手の退場となります。見事優勝は佐賀県代表峰竜太選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。選手退場です。